わかりました。いわき風車です。そんなに細かく調べていただいて本当にありがとうございます。110キロ離れてるって今初めて知りました。改めまして、いわきの南海の方から参りました。私たち栃木県のイベントに何回か足を運ばせていただいてますが、数えることおそらく6年か7年ぐらい前になると思うんですが、鹿沼市で行われていたイベントに初めてお披露目した曲、今回リニューアルしてお届けしたいと思っています。でなおこの季節、出会いと別れ皆さんあるかと思いますが、私たちいわき風車もこのイベントをもって卒業をし進学するメンバーがおります。今日は最後のイベントになりますので、メンバーの激励も込めて精一杯踊りたいと思います。どうぞご声援よろしくお願いいたします。気をつけ、お客様に礼。いわき風車、笑い風神、スイッ。